というわけで始まりました高円寺ケーススタジオチャンネル、はい、というわけで、うん、シリーズ宝塚歌劇をバカにするな、はい、パート6最終回です、ね、いよいよ最終回でございます。はい、はい、いやこれまでね宝塚の歴史についてたくさん勉強させてもらって知らなかったことがたくさん分かってきました。よかった。はいはい、はい、じゃあ前回の続きというか、うんうん、前回はですね小林一三が、はい、まあ男女混ざったね国民劇という劇団が作りたかったけれども、うんはい、宝塚歌劇はもうそのままね独特の世界であの置いとこうと、うん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 、だからもう一個宝塚に劇団を作ろうと、はい、それが宝塚国民座という劇団だった。でも、はい、宝塚歌劇団はもちろん今も続いてるけど宝塚国民座っていうのは今はあるんですか？いえもう数年でですねお客さんが入らなくなってね潰れてしまうんですけれども。そうだったんだ。やっぱりね新劇はねお客が入らないね。うん、はい、だけどそこの中から、はい、辰巳龍太郎さんなんかがね、はい、宝塚のその国民座の一期生かなで入ってその人は辞めた後新国劇に行くんですよ。新国劇は沢田翔次郎さんが作った松井須磨子にいじめられて辞めた沢田翔次郎が作った新国劇に辰巳龍太郎さんが行くでしょ、はい、で沢田翔次郎さんは割とすぐ死んじゃって、あなるほど、若きまだ 20代前半の辰巳龍太郎さんが島田慎吾さん、島田翔吾さんという人と2人で新国劇を作っていった。なるほど。じゃあその新国劇も元といえば坪内志功というか宝塚国民座から生まれたっていうことですね。まあ、生まれたようなもんですね。はい、そういう歴史のつながりがあるんですよ。松井須磨子から。はい、はい。まあそれ余談ですけれども。うんうん、じゃあ宝塚歌劇はどんな風な進化を遂げていったんですか。そうなんですよね。はい、じゃあ坪内志功が当時最先端の演技を、はい、やりながら、うんうん、じゃあ宝塚歌劇の演技は、うん、その後どうなっていったか。うん、新劇の世界のように宝塚歌劇の演技は進化していかなかったんですね。ほう。新劇だったらね、例えばスタニスラフスキーシステムを取り入れたりとか、そう演技がいろいろね、いろいろ巡ってたでしょ。でも、はい、宝塚歌劇に関しては、うん、演技というものはあまり進化しなかったんですね。それには理由があります。なぜでしょうか。先ほどもちょっとだけ出ましたけど大正13年に宝塚大劇場というのが完成します。今もありますよね。今もう第2号ぐらい。あのてかね、何回も焼けるんですよ。あ、そうかそうか。もうね、結構ね、宝塚歌劇団ってね、うん、火に弱い。いや結構燃えてますよ。いやまずそもそもまずこの宝塚、最初の宝塚大劇場ができたのも、うん、その最初プールに板張りでやってた劇場がね、うん、もうパンパンだから、うん、宝塚の公会堂でやってて、うん、そこ燃えました、はい、でそこ燃えて作ったのが宝塚大劇場。大劇場これ4000人ぐらい入るんですよ。へー。やっぱり小林一三っていうのが、うん、こうね金持ちとかの道楽じゃなくて、うん、広く一般に親子連れでもいいからみんなに見てほしいっていうことで、そのためにはどうしたらいいかって、あのチケット代を安くするでしょ。じゃあそのためにはどうしたらいいかって言ったら客席数を増やす、うんうんうん、そうやって小林一三はそのもう当時としては日本一ですね、4000人くらい入る宝塚大劇場を作ったわけです、うんうん、もう設備とかももう当時最先端です。最先端。でね、うん、先ほどね、宝塚の第1回公演はどんぶらこだったと、うんうん、桃太郎のどんぶらこの、まあ、歌劇だったと。ちょっとそれだとその大きすぎる劇場だと合わない感じが。そう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 。だから実際ね宝塚の大劇場ができて大正13年できて、その第1回こけら落とし公演は、うん、それがね、うん、カチカチ山なんです。カチカチ山かわいらしいでしょ。かわいらしいけど4000人に合う、いやちょっと寂しいかなってなったわけ。あ、なるほど。で小林実はどうしたかというとですね、はい、先ほどのねその宝塚、結局潰れちゃったけど宝塚音楽学校の男子部1期生から2期生出てきた演出家、若い演出家をめちゃくちゃ金あってヨーロッパに派遣してくるんです。なるほど。でとにかくもう吸収して持って帰ってこい、土産を持ってこいと、めっちゃ金出して、でそれで、まあ、案の定ね行って帰ってきて、若き演出家が作った出来上がったのがモンパリっていうね、モンパリレビュー
師匠のスタイルなんですね。レビューショーっていうのは普通の演劇ではなくって歌ったり踊ったり、歌ったり踊ったりで、あんまりストーリーないわけ、うん、なるほど、ストーリーなくて、うん、でも場面が変わっていって、うんうんうん、まあもうでこんな感じですよ。これがレビューショーですよ。これが華やかで、このレビューショーね、うん、これのスタイルがね、はい、もう持って帰ってきたわけですよ、うんうんうん、でもう舞台装置めちゃくちゃ豪華絢爛で、めっちゃ金かかってるんですけど、うん、もう小林一三はもう自信持ってましたから、うん、これは絶対受けるって自信持ってたから、うん、1年分の制作費を使ってでもいいからもうやりなさい、うん、でやらせたわけで、モンパリ大人気、うん、そりゃそうだよね、超超超大人気です、うん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 、じゃあもう今の 大階段があって、大階段ね、大階段があってもう羽をつけ、衣装も羽をつけて、羽はまだだった。でも最後にラインダンスするってところまではもうここでできた、完成していたってことね。これ昭和2年です。うーん、で昭和5年ね、はい、昭和5年にはこれまたね、また皇族で行った、あの留学して行ったね、うん、はい、白井哲三さんという人がね帰ってきて、うんうん、パリゼットっていうのを作るんですよ。パリゼット、これもまたレビューで、はい、でこれもまたすごいレビューでね、へー、であのスミレの花咲く頃とか、はいはい、私も知ってます、大宝塚とかね、そういう今でも、はい、あの有名な曲がここでもう誕生するわけです、うん、このレビューの中で誕生するわけですけれども、うん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 、でそっから、はい、もう宝塚はですね、もうレビュー黄金期に入っていくわけです、うん、つまり宝塚のスタイル、そしたらもう大劇場でもう華やかで見栄えがするじゃない、うん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 、だから宝塚はそっちの方に行ったわけですね。へー、でこれついでになんですけれども、はい、昭和9年にですね、昭和9年、はい、ジャブジャブコントという作品をやった中で、ジャブジャブコント、はい、日本で初めて劇場の中でマイクが使われました。え、じゃあ初めて日本の劇場でマイクが使われたのは宝塚大劇場で、大劇場、そうなんですよ、宝塚歌劇団が初めて使った、初めて使いました。今の当たり前でしょ、そんなの大劇場で使うのは、それ宝塚が初めてでした。でちなみにで、ね、これでどうなったかというとですね、うん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 、男役がね、うん、スターになったんですよ。マイクができたことによって男役がスターになった。これどういうこと、気になるでしょ。どういうこと。それまでは、うん、3000人の劇場でも4000人の劇場でも、うん、地声で後ろの方の席まで声を飛ばさなきゃいけなかったわけ。そしたら低い声が出せなかったのよ。そうだよ、だから男役も女の役みたいに高い声で歌ってた。へー、どうもね、うん、今よりもね5度ぐらい高い音でね男役さん歌ってたらしいんだけど、うん、でもマイクにすることによって、うん、低い声でもちゃんとマイク拾ってくれるから、マイクで低い声で歌えるようになった。それはそれで男役がスターになっていったわけよ、うん、なるほど。それまではね、うん、やっぱ娘役が人気で、男役っていうのはそのお相手というか、うん、ちょっとお相手の役みたいな感じのイメージだったんだけど、そこからは男役の研究が始まったわけ。どうやったらかっこいい男に、色気のある男みたいに見せるか、で宝塚の男役の演技のスタイルっていうのがそこからもう研究され始めて、うん、でまあ春日野八代さんっていう人がね、うん、まあ戦前から戦後に、まあ、ある種の完成形を出すんだけれども、うんうんうん、そういう風に宝塚の演技はスタイルができていった、うんうん、つまり歌舞伎が女型の演技を研究していったからように、うん、宝塚は男役の演技をその昭和9年からこう追求していったわけですよ。なるほどね。その歴史があって今もうスターさんたちが、男役のスターさんたちがたくさん生まれてったっていうことなんだ、ね、でこのことがきっかけで宝塚歌劇というのがもう日本で唯一無二の劇団になったわけですよ。なるほど。もう男と混ざる、もうそんなありえないんですよ、うん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 、男性はいなくても成立してるって、はい、だからそれからね、宝塚歌劇っていうのは、うん、まあ、男役がスターになった、はい、そしてレビューをやるようになった、うん、それで歌とかダンスとかはめちゃくちゃ進化していくわけ、ね、もう当時の最先端みたいな、うん、だってめっちゃ金出して当時の最先端に留学させてるの何年も何年も、うん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 、だから宝塚っていうのがもう当時の最先端の歌とかダンスとかをやってた、うんうんうん、でも一方で当時最先端だった坪内志功だけれども、その後演技っていうのはやっぱりね、新劇のようには進化しなかったんですね、うん、だからどっちかというとその男役の方に、の演技の方を追求していったから、なのでまあ新劇的演技っていうので言ったら坪内志功の時代でストップしてるんですよね。なるほど。でも逆に言うとですね、はい、ということは、うん、今の宝塚の演技っていうのが、はい、当時のつまり新劇の黎明期の演技のスタイルっていうのを、うん、
宝塚歌劇が今の時代に一番伝えてるわけですよ。なるほど。そうすると宝塚歌劇の演技を見ると、当時の新劇の人たちがどういう芝居をしていたのかっていうことが分かるって。分かる。そうだったんだ。そう。じゃあもうある意味古典になりつつあるというか。そうですね、歌舞伎ですよね、うん、だってもともとこの人は歌舞伎、国民劇、歌舞伎の代わる国民劇、つまりミュージカルですよ。歌舞伎ってミュージカルだから、はい、をやりたがって、うん、でたまたま男が混ざらなくて歌劇になったから、うん、だからこの人はですね、国民劇を作ったわけですよね。もう勉強になりました。どうですか、はい、演劇人の皆さん。いや、なるほど。あの本当に宝塚歌劇と新劇の歴史がリンクしていく、あとは新国劇だったりもリンクしていく。そうそうそう、別々のものじゃないっていうことが分かって。そう、本当はもっとリンクしてるところとかいっぱいあって、うんうん、もうこんなんじゃなくて、はい、もう2時間は喋れますよ。あ、じゃあ新劇の歴史シリーズみたいに、うん、そうそうそう、もっと細かくね、宝塚の歴史シリーズも必ずやりたいと思ってますので、はい、やりたいと思っていますので、ぜひまたご覧ください。ぜひ、ね、もうそのためには皆様のチャンネル登録が、はい、必要力、それが、はい、なんだろう、力になりますの ますので、ぜひぜひお願いします。はい、チャンネル登録お願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。